ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。それにしても、最近のプロ野球選手はイケメンが多いよねー。うん、そうだね。昔はひどかったもんだよねー。そういうことを言っちゃダメでしょ。ごめんね。でも、昔のプロ野球選手はファッションセンスもひどかったもんねー。うん、それはそうかもしれないね。でも、昔のプロ野球選手でも、イケメンは結構いたんだよ。え、そうなの？例えば、江本武則なんかはイケメンの類じゃない？ああ、それはそうかもしれないねー。浮いた噂もたくさんあったしねー。それと、高橋義彦もモテたと思うんだよね。ああ、高橋義彦はモテたらしいよねー。当時の広島のチームメイトと比べると、なおさら、高橋義彦の男前っぷりが際立つもんねー。それはそうかもしれないけれど、言っちゃダメなことだよね。うん、ごめんね。それと、昔のプロ野球選手のことだと、梨田正孝が近鉄の監督だった時に、真弓明信と小林茂がコーチになって、3人合わせて、男前首脳陣として、話題になったこともあったよね。そうだったんだ。3人で洋菓子メーカーモロゾフのホワイトデイイメージキャラクターにも起用されたんだよ。へえ、そんなこともあったんだ。でも、この3人の中でも、真弓明信は、高橋義彦と同じパターンだよね。どういうこと？だって、真弓明信って言ったら、現役の時比べられるのは、どんでんとか客さんでしょ。そりゃ、どうしたって、真弓明信がいい男に見えちゃうもん。だから、そういうことを言っちゃダメでしょ。ごめんね。どうしても、言いたくなっちゃったんだよ。ということで、この動画では、真弓明信について、投げ込んでいくよ。プレイボール。真弓明信って、どこの出身なの？真弓明信は、1953年生まれで、熊本県玉名郡南関町出身なんだよ。それって、どの辺？うん、熊本県の南関町っていうのは、熊本県の北西部に位置していて、福岡県に接していて、西側は大牟田市なんだよ。ああ、この辺にあるんだ。真弓明信は熊本県の南関町で生まれて、小学校3年生の時に大牟田市に引っ越したっていうことなんだよね。へえ、そうなんだ。それで、真弓明信は、この引っ越した先で運命的な出会いを果たすことになるんだよ。運命的な出会い？何があったの？うん、この引っ越し先の社宅に、原貢が住んでいたんだよ。原貢って、誰？原貢は、原辰徳のお父さんだよね。え、そしたら、原辰徳と真弓明信って、同じ社宅に住んでいたの？うん、そうなんだよね。だから、原辰徳のプロフィールを見ると、福岡県大牟田市生まれってなっているんだよ。そうなんだ。原辰徳のお父さんの原貢は、福岡県立三池工業高校野球部監督になって、1965年に無名校だった三池工業高校を初出場にして夏の甲子園大会の優勝へと導いて、三池工業フィーバーを起こした人なんだよ。原辰徳のお父さんは名将だったんだねー。それで、この無名校を甲子園初出場初優勝に導いた原貢の指導力に目をつけた、東海大学創設者総長の松前重義からスカウトされて、原貢は、1966年に東海大学附属相模高校野球部監督に就任するんだよ。この時、原辰徳は8歳だったんだけれど、お父さんと一緒に神奈川県へ引っ越したんだ。へえ、それで、原辰徳は神奈川に来たんだ。そして、原辰徳はお父さんが監督を務める東海大相模に進学して、親子高で活躍することになるんだよ。そうだったんだ。それで、子供の頃、原貢の三池工業フィーバーを目の当たりにしていたのが、真弓明信だったんだよ。ああ、同じ社宅に住んでいたんだもんねー。この時、真弓明信は、三池工業の優勝パレードに感動したことがきっかけで野球選手を志すようになったっていうことなんだよ。へえ、そうだったんだ。原貢は、原辰徳だけじゃなくて、真弓明信もプロ野球選手にしていたんだねー。それで、真弓明信は功刀中学校進学後、本格的に野球を始めるんだけれど、野球部以外の運動部も掛け持ちで参加していて、特に、陸上部では三段跳びで11メートル99センチを記録して、大会で2位に入賞したことがあるっていうことなんだよ。やっぱり、運動神経抜群だったんだねー。そして、高校は柳川商業高校に進学。柳川商業って、名門。うん、柳川商業出身のプロ野球選手は結構多いから、名門と言ってもいいんじゃないかな？誰とかがそうなの？真弓明信の他には、久保康夫、立花義家、清家正和、中島照志、馬場俊文、勝木良太、勝木良次なんかが、柳川商業出身なんだよ。そうなんだ。それと、なんと言っても、若菜義晴も柳川商業出身で、若菜義晴は真弓明信と同期だったんだよ。え、そうなの？
うん、若名義晴は中学校時代に真弓明信のライバル校だった灰犬塚中学校に在籍していて、地区大会の準決勝で対戦したこともあったっていうことなんだよ。へえ、そんな二人が、同じ高校の野球部に入ったんだね。それで、真弓明信は1年生の時からベンチ入りして、2年生の時には、ショートのレギュラーとなるんだ。2年生でショートのレギュラーって、いかにも野球センスが良さそうな感じだよね。この時の柳川翔陽は真弓明信、若名義晴のおかげで強いチームだったらしいんだけれど、その練習もかなり厳しいものだったんだって。まあ、昭和の野球部なんて、水は飲めないし、人権がないような練習をさせられていたんでしょ？それが、この当時の柳川翔陽の練習はすごくて、スパイクの中のかかと部分に画鋲の針を上向きにして入れた状態で練習していたっていうことなんだよ。え、画鋲の針を上向きって、それじゃ、かかとに画鋲が刺さっちゃうじゃん。うん、だから、画鋲が刺さらないように、つま先立ちで練習しなくてはならなかったっていうことなんだよね。なんで、そんなことをしていたの？当時の監督が言うには、ふくらはぎを鍛えるためだったっていうことだったんだよ。でも、当然のことながら、そんなうまい具合にはいかなくて、練習が終わる頃には、みんな、かかとが血だらけだったっていうことなんだよね。むちゃくちゃだな。それでも、この真弓明信、若名義晴がいる柳川翔陽は九州一の強豪チームっていう呼び声も高かったんだけれど、結局、甲子園には行けなかったんだって。それは残念だったね。みんな、かかとを怪我していた影響かもしれないね。それで、柳川翔陽卒業後、真弓明信は社会人野球の電九州に進んで、野球を続けることになるんだ。ここで、レギュラー選手に故障もあって、真弓明信は1年目からレギュラーポジションを獲得。高卒1年目で、すごいじゃん。そして、第43回都市対抗野球大会に出場してベスト8となって、日本産業対抗野球大会にも出場したんだよ。それで、この時の活躍がプロのスカウトの目に留まって、1972年のドラフト会議で、太平洋クラブライオンズ2、3に指名されプロ入りすることになるんだ。この時のドラフトって、どんな感じだったの？この年のドラフトは、中日の1位指名が鈴木隆正で、太陽の1位指名が長崎圭一、広島の1位指名が池谷幸次郎っていう感じだったんだよ。それと、なんといっても、この年のドラフトの目玉は山口隆だったんだよね。おお、山口隆って言ったら、超レジェンドじゃん。その山口隆が、関西大学を卒業するタイミングで、この年のドラフトの超目玉だったんだけれど、山口隆はプロ入り拒否を表明していたんだよ。え、なんで？山口隆のプロ入り拒否の理由としては、プロでやれる自信がなかったこと、自身の身長の低さへの不安があったっていうことなんだよね。そうだったんだ。でも、諦めきれなかったヤクルトが、この時のドラフトで強行指名するんだよ。ヤクルトはオーナーの松園直美が自ら挨拶に訪れたり、契約金年俸として金額が空欄の小切手を提示するといった手まで使ったんだけれど、結局、本意させることはできなかったんだよね。すごい話だな。この時プロ入りしなかった山口隆は松下電器に入社して、その後のドラフトで、阪急に入団するんだよ。そうだったんだねー。それで、真弓明信なんだけれど、太平洋クラブライオンズに入ると、そこには高校の同期だった若名義晴がいたんだよ。え、若名義晴も、太平洋クラブライオンズに指名されたの？若名義晴は、柳川翔陽卒業のタイミングで西鉄ライオンズに入団していたんだよ。それで、西鉄ライオンズが太平洋クラブライオンズに球団が変わったんだよね。そうだったんだ。それで、プロ野球選手になった真弓明信なんだけれど、1年目から、プロの厳しい洗礼を浴びることになるんだよ。何があったの？プロ初出場は1973年5月5日の対日卓戦で9回表にショートの守備固めとして出場して、守備機会はなかったんだけれど、5月15日の大阪球戦で、真弓明信は悪夢のような出来事を経験することになるんだよ。え、そうなの？この試合も、9回裏からショートの守備固めとして出場したんだけれど、10回裏ワンアウトランナーなしの場面で打球を弾いて、内野安打を許してしまった後に、さらに、同じようなエラーをしてしまい、結局、このプレーのせいでチームはさよなら負けしてしまうんだよ。延長戦で、ショートが連続エラーは辛いねー。この試合の後、真弓明信は稲尾和久監督から即二軍行きを命じられてしまったんだよね。それは、ルーキーにとっては厳しい話だねー。真弓明信はこの時のことを忘れないように、この試合の日付 5.15 をグローブに書いて、2軍で練習を続けるんだけれど、結局、プロ1年目は、この守備固めで出場した2試合の出場に終わるんだよ。そうだったのか。それで、翌年も23試合の出場に終わって、真弓明信は1軍と2軍を行ったり来たりするような選手だったんだよ。なかなか、プロの世界は厳しいねー。
ところが、そんな真弓明信に、ここで転機となる出来事が起こるんだよ。何があったの？1975年から、太平洋クラブライオンズの監督が江藤真一になったんだよ。江藤真一は監督に就任するとすぐに、真弓明信のポテンシャルの高さを見抜いたっていうことなんだよ。すごいじゃん。球団の方では、入団して2年経っても一向に芽が出ない真弓明信を、自由契約にする話もあったらしいんだけれど、江藤真一が磨けば光るダイヤモンドをドブに捨てるのかって言って、それを止めたらしいんだよね。そんな話まであったのか。それで、江藤真一に見出された真弓明信は、この年、ダイソーや守備要員をきっかけに起用され続けて、78試合出場で打率も3割1分1厘を記録。さらに、出塁率3割6分4厘、長打率3割9分3厘も記録したんだよ。すごいじゃん。よかったねー。これでブレイクした真弓明信は、1977年には主にセンターとして70試合に出場。翌1978年は、1番ショートに定着して、オールスターゲームにも初出場して、この年のパリーグのショートのベストナインにも選ばれるんだ。完全に、レギュラーを掴んだねー。ところが、この年のオフ、また、真弓明信は大事件に巻き込まれることになるんだ。え、大事件？うん、この年のオフ、ライオンズが西武ライオンズになって、福岡から埼玉に移転されることが決定したんだよ。ああ、ここで、西武ライオンズが誕生したんだ。それで、真弓明信も期待の主力選手ということで、秋季練習に参加していたんだけれど、そこに衝撃的なニュースが飛び込んでくるんだよ。衝撃的なニュース？うん、阪神との間で、田淵光一、古澤健二と真弓明信、若菜義春、竹野内正史、武田正文の正規のトレードが決まったっていうニュースが飛び込んできたんだ。ああ、田淵が西武に行ったのは、このタイミングだったのか。それにしても、2対4のトレードっていうのもすごい話だねー。それが、このトレードは、田淵光一と真弓明信、若菜義春、武田正文の1対3のトレードに、古澤健二と竹野内正史のトレードも一緒に発表になったっていうことだったんだよね。そうだったんだ。でも、そしたら、田淵は1対3のトレードだったわけで、さらにすごい話だよねー。この時、阪神は田淵光一の交換相手に長い保つを希望していたらしいんだけれど、阪神の新監督に就任したドン・ブレイザーが機動力のある野手を希望したこともあって、長い保つではなくて、真弓明信になったっていうことなんだよ。このまま、真弓明信が西武に残ったら、どうなったのかは、すごく興味深いよねー。うん、そうだよね。それで、阪神に移籍した真弓明信は、1番、ショートとして阪神のスタメンを勝ち取って、この年の5月20日の対中日戦ではサイクルヒットも記録するんだ。すごいじゃん。さらに、翌1980年にはシーズン途中から監督代行になった中西太のアドバイスで、飛距離の出やすい細く軽いバットを使用するようになって、真弓明信は、1番バッターながらセリーグ5位タイのホームラン29本を記録。1番バッターで、ホームラン29本を相手チームにしてみたら嫌だねー。この年、10月12日には、対中日戦ダブルヘッダーで、ダブルヘッダー2試合連続初回先頭打者ホームランも達成しているんだよね。それは、すごい記録だねー。しかも、打った相手が宮古裕次郎と星野仙一だったっていうところもすごい記録だよね。両方ともエースピッチャーじゃん。そして、1983年には、シーズン中に岡田明信が故障したこともあって、真弓明信はセカンドを守ることになるんだけれど、この年、シーズンを通じて好調だった真弓明信は若松勤に競り勝ち打率3割5分3厘で首位打者を獲得。え、首位打者を取っちゃったの？うん、そうなんだよね。この年、打率3割5分3厘、ホームラン23本、打点77を記録した真弓明信は、セカンド部門でベストナインにも選ばれたんだよ。最高のシーズンになったねー。そして、1985年に吉田義雄が阪神の監督に就任すると、岡田明信と入れ替わる形で外野にコンバート。え、どんでんが外野だったことなんてあったの？うん、岡田明信が怪我から復帰した後も真弓明信がセカンドを守っていたから、岡田明信はしばらく外野を守っていた時期があったんだよ。そうだったんだ。そして、この年、真弓明信は、シーズン中に怪我で1ヶ月の離脱はあったものの、1番打者として、打率3割2分2厘、自己最多のホームラン34本、84打点の好成績で阪神のリーグ優勝日本一に貢献。ああ、阪神日本一の年か。真弓明信は、この年、外野手部門でベストナインを獲得して、ショート、セカンド、外野手と3つのポジションでのベストナイン獲得となるんだよ。3つのポジションでベストナインって、いないんじゃないの？いや、それが、この3つのポジションでベストナインっていうのは落合博満以来だったんだよね。ああ、落合がいたか。
あとは、真弓明信の後に、平成の時代で松中信彦が3つのポジションでベスト9を獲得するんだけれど、3つのポジションでベスト9を獲得したのは、この3人だけなんだよね。やっぱり、すごい記録だったんだね。翌1986年も真弓明信は絶好調で、7月6日の巨人戦では水野勝人からホームランを打って、自身2回目の5試合連続ホームランを記録。5試合連続ホームラン2回はすごいなぁ。この年は掛布正幸離脱中に、真弓明信がサードを守ることなんかもあって、終わってみれば打率3割7厘で2年連続の打率3割を記録して、ホームランも28本だったんだよ。大車輪の活躍だねー。さらに、翌1987年は10月13日のヤクルト戦で荒木大輔から、通算41本目の初回先頭打者ホームランを記録。真弓明信は初回先頭打者ホームランの数で、歴代2位の記録を持っているんだよね。真弓明信が2位って、1位は誰なの？初回先頭打者ホームランの歴代1位の記録は、福本豊で43本なんだよ。ああ、さすが、世界の福本だねー。それで、2位が真弓明信で41本、3位が高橋義彦の34本なんだよ。そうなんだ。なんだか、初回先頭打者ホームランの記録を持っているのは、いい選手が多い感じだねー。まあ、1番バッターで長打力があるっていうことだから、野球センスに長けていないと、なかなか、できない記録だよね。ああ、そういうことか。そして、90年代になってくると若手の台頭もあって、真弓明信も代打要員になっていくんだけれど、それでも、代打満塁ホームランを打ったりして、阪神ファンを盛り上げて、1994年には代打で30打点を記録。これは代打のシーズン打点日本記録なんだよね。勝負強いねー。そして、阪神淡路大震災の起こった1995年シーズン限りで、真弓明信は現役引退となったんだよ。お疲れ様でした。引退後は、2000年から近鉄のコーチになって、2001年には近鉄最後の優勝にも貢献したんだよ。ああ、あの時の近鉄ベンチには真弓明信がいたのか。そして、近鉄がオリックスと合併するタイミングで、コーチを退任。その後、梨田正孝が日ハム監督に就任する時にコーチ就任要請があったもののそれを断って、真弓明信は、2009年シーズンから阪神の監督に就任。真弓明信が監督になった時の阪神って、どんな感じだったの？うん、この前の年の阪神は2位23ゲーム差をつけていたのに優勝を逃すっていう、歴史的な V 位置を喫した年だったんだよ。ああ、V やねんの年か。それで、その翌年に真弓明信が阪神の監督になったんだけれど、監督1年目のシーズンオフに赤星憲広が引退して、2年目には金本智明のフルイニング出場が途切れるなんていうこともあって、チームとしては過渡期だったんだよね。ああ、真弓明信は、難しい時期に阪神監督を引き受けたんだねー。それで、監督になった真弓明信は、久保田智之の先発転向、新井貴弘、今岡誠のコンバートを仕掛けてみたり、ジョージ・マケンジ、マートン、メッセンジャーなんかの新戦力を獲得したりして奮闘したんだけれど、なかなか、難しかったよね。まあ、阪神の監督は大変だもんねー。そして、2011年シーズン限りで阪神監督退任となったんだよ。お疲れ様でした。阪神監督退任後は、また、解説者をしているみたいだけれど、まだまだ動ける年だし、また、現場復帰してくれたら面白いよね。うん、そうだね。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。